い、どうもエアコン屋のデラ君です。はい、今日はこちらじゃん、今月の一押し商品ということで、もう何回目だ、5回とか6回目ぐらいになるのかな、毎月毎月気になったものをねちょっとご紹介していくコーナーなんですけれども、今回はこちら、はい、ヘルスエアーということで、聞き慣れないよね、聞き慣れないでしょ、うんね、これね実は商品名じゃないんですよ。ヘルスエアーっていう機能が搭載されているもののお話をちょっとしていこうと。ヘルスエアー機能が搭載されている空気の循環ファン、まあちょっと聞き慣れないと思うんで、もうちょっと分かりやすく言うと空気清浄機みたいなもんだね。はい、これを今日はおすすめしたいと思います。はい、このヘルスエア機能っていうのは、まあもう出してるメーカーさん、まずね三菱さんなんですけど、三菱電機さんね、はい、三菱さんが出したヘルスエア機能搭載のこちら、ダンとね、空気清浄機、これなんですが、壁に引っ掛けて使うタイプ、まあ、あと壁埋め込み型なんていうのもあって、10畳から30畳ぐらいまでね賄うことができるものです。はい、まあヘルスエアって何よっていう話じゃ聞き慣れないんで、まあ簡単にね自分が見て、おすげえなと思ったものをちょっと書いていきたいと思います。これね、ウイルスだってたり、ウイルスっつったらもう最近だとコロナのウイルスとかね、そういうウイルスだったり菌だったりカビだったり、花粉だったり PM2.5 だったり、そして最後これすごいんで、これはこっちにしとこう、はい、匂いだったりと、こちらのこのものたち、ウイルス、菌、カビ、花粉、 PM2.5、 匂い、これ全部いらないねいらないよね。そのこれらのものがもう何でも来いと、あ、もう任せろっていうものなんですよ。任せろっていうもの、もう本当にあのね、ホームページとかね、ちょっとまあ多分概要欄にも URL 貼ると思うんで、ちょっとそちらの方もね見てもらうと分かるんですけど、これらがもうガクーンとなくなるような、全くなくなるんじゃないよ、消し去るわけじゃないんだけどね、これらをしっかり繁殖しないような環境づくりっていうのをしてくれる空気清浄機、すごいのが出たんですよ。で、実際にもう結構いろんなところで導入されてて、子供がねいっぱい集まるような保育園、幼稚園とかそういったところだったり、会社の中のオフィスだったりっていうところでも、まあもうつけられてると、実際にねつけられてる、うん、でこれのメリットっていうのが、他のメーカーさんでもねこういうの出してるんだけど、出してるんだけども、このものがすごいなって思ったのは、壁にね本当にガゴンと引っ掛けたり、壁の中にボンって入れ込むような、まあそれを入れ込むのはちょっと工事必要なんだけど、壁に本当に引っ掛けるだけのタイプのものがあるんだよね、うん、下板をこうビスでポン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 って止めてあげて、その板に対して本体をガツンと引っ掛けてあげて、コンセントを挿して使うようなタイプのものなので、工事がね全然いらないの、工事いらず穴開けなしなんだね。これはマジで使い勝手いいよね、使い勝手いい、本当にさ自分のお部屋のいろんなところに置けちゃう。もうなんならね、俺はすごいなこの使い方って思ったのはね、あの、まあ、匂いもさしっかり軽減してくれるっていうか、まあね、あのな分かんないぐらいまでしてくれるんで、靴箱、そのシューズクロークっていうの、靴をいっぱい貯めておくようなちっちゃいお部屋あるでしょ、玄関入ってすぐ右側ファーって開けたらさ靴ばっかり入ってるような、ああいう空間につけてる人がいるんだよね。おこれすげえと思って、確かにって確かにと思ったんだよ。お掃除も超楽だし、壁掛けでしかも穴開けもないしで、本当にねつけれるところっていうのがすごく幅が広がった超優秀な空気清浄機なんですよ。
うん、なのでこれねもう初めて見た時はすげえなーと思って、まあでもまあ本体お高いんでしょうっていう感じでしょ、お高いんでしょう、金額はねまあまあする、うん、唯一の、まあ、デメリットっていうわけじゃないけど、まあ、物がいいだけでやっぱりね金額はそこまで、まあ、このなんだろう機能を持ってる内容からしたらねそんなびっくりするぐらい高いわけじゃないんだけど、金額はそれなりにちゃんとやっぱします。普通の換気扇とか空気清浄機よりは全然するんだけれども、もうね使った時のコスト、これはねやっぱりさすが三菱電機さんは24時間運転でもつけっぱだよ、24時間つけっぱなしにしてもだいたい134円ぐらいと、安いよね、安い、すごいでしょ。子供がね集まるところ保育園とかでさ一日中やっぱりつけっぱなしにして30畳って言ったらもうかなりのもんだからね、もう大広間みたいなもんなんで、そういったところに1個ゴーンとつけて24時間バーってつけっぱなしにしてこの金額って結構金額を見ながらね皆さん普段使ってる人だったらお安いなってすぐ分かると思うんですけど、これはね工事もして全然お金かかんないでしょ、これはマジでいいもの作ったなと思います、うん、でねちょっと名前だけね覚えにくいかな、ヘルスエアーっていう機能が搭載してる循環ファンなんで、名前的にはまあ循環ファンになるのかな循環ファンになるんだけど、このヘルスエアーっていうこれだけね、これだけしっかり搭載していることを確認した上で、ネットとかね家電量販店どうなんだろう、もう置いてんのかな、ちょっと俺そこまで詳しく量販店で置いてるかとかまでは詳しく調べてないんだけど、これはねネットで探したらもうポンと出てくるし、三菱さんのネットとか三菱さんのページでもね公式のページでもすぐ出てくるんで、これの方はちょっと見てみてもらうと興味ある方はいいかと思います。かなりね機能は素晴らしいと思う、やっぱり必ず実験ってするでしょ、メーカーさんこれを実際に使ってみた実験の結果とかもしっかりホームページに全部載せてんだけど、根こそぎさ全部もうカビとか菌とかの数値がもうガンガンダウンして本当に1時間後とかにはもうすっかり綺麗みたいな、うん、で匂いがねすぐ消えるっていうのはいやすごいなって思った。俺あんまりさ空気清浄機ってやっぱり大事なものだし、うちの事務所とかにもこう置き型のやつ置いてあるんだけど、こう本当効果あんのってぶっちゃけ思うじゃないですか、ぶっちゃけ思うでしょ、うん、でもねまあ実験結果見たらうわ本当にこれ意味あるんだなって、なんかすごい面白いんだよ、いろんなもので実験しててさ、匂いもねなんか人の足の裏の匂いとかさアンモニア臭と か, なんかそういうのでいろいろやってて、それがもうほんと根こそぎねしっかり最低でも 50% 以上カットみたいな、どんな匂いでもね、うん、してる、まあほんといいものだと 80% から 90% カットみたいなね、そういう数値も載ってたんで、もうそのカタログ見てるだけで俺結構面白かったんですけど、これはちょっと興味あるなと、うん、思って、コージーもねこれまあご問い合わせいただいてつけるって、もうつける方も超楽だから、これ超楽、インパクト1個とビス4本あれば下地入ってればね、入ってなかったらまあアンカー打つけど、うん、工事も超楽だしすぐスンとつけ終わっちゃうし、こういうのはね流行っていくと工事業者としても楽で助かります、いいしね物も、うん、なので素晴らしい商品作ったなと思って今回こちらの方をご紹介させていただきました。はい、皆さんもねぜひ興味ある方、まあ、うちでももちろん取り扱ってるんで、うち近い人はお問い合わせいただいても結構ですし、ネットでもね見たらこの名前入れるだけでヘルスエアーとか空気清ヘルスエアー空気清浄機とか入れるだけでもすぐ出てくるんで、そちらの方でも確認してみてください。あと概要欄にもねこちらのページの URL 貼っときますんで、それの方も見てみて、そちらから見ていただけるといいのかなと。なんか金額だけ確かなんか公式ページで載ってなかったような気もするんで、そちらの方はちょっとお問い合わせとか、あとちょっとネットで見てみてもらってね、まあ出してるところもあるでしょうから、ちょっと確認してもらえるといいのかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じ、今月の一押し商品ということでヘルスエア機能搭載の三菱の循環ファンということで、空気を循環させるやつだね。今もうほんと空気ってほら綺麗にして使わないとさ本当にひどい、まあ、時代になってきたんでね、ウイルスとか菌とかねそういうものを根こそぎ除菌してくれると
ということで、こういったものも皆さん興味持って見てみていただけるといいのじゃない、いいんじゃないかなと思います。はい。またね、こういうメーカーさんが出した新商品とか、そういったお話もさせていただきますんで、興味ある方はぜひね、チャンネル登録もしていただいたら、毎月毎月ね、面白い商品の方をご紹介しますので、見ていただけるといいのかなと思います。はい。あと普段はね、エアコンとか、給湯器とか、それこそコンロとかね、お家の本当に住宅設備のいろいろなお話させてもらってますので、興味ある方はね、チャンネル登録していただいて、次の動画をお待ちいただければと、いつも見ていただいている方もありがとうございます。はい。あと、高評価とかね、コメントいっぱいいただけるようになってきました。一つ一つね、見させていただいて、返事できるときはしてっていう形でね、やらせてもらっておりますので、ぜひ皆さんもね、引き続きコメント等いただけると、次の動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。